皆様こんにちは。藤原オペラチャンネルナビゲーター役の押川博史です。このチャンネルでは歌手自身の最大の魅力である舞台での演奏シーン、そして普段は見ることのできない歌手たちの素顔に迫るインタビュー、これらによって構成される新しい番組となっております。さあそれでは早速参りましょう。本日ご紹介するオペラ歌手はこの方です。姉のお友達にはるかちゃんっていう子がいて、で、あの両親はもうはるかにしようって、この字ではるかって読むようにしようって決めていたんですけど、姉が、あの私友達にはるかちゃんいるからちょっとはるかちゃん嫌だって。そうか。でも自覚は、はるかっていう字が良かったみたいで、じゃあ他に読み方はないかなっていうのでみちかになりました。すごい。このはるかは譲らなかったんですね。そうなんですね。漢字は譲らなくて。すごい、はい。最近の、これちっちゃなことでいいんですけども、なんかマイブームってありますか？マイブーム。おととし、2年前に車の免許を取りまして。おー、はい、車、乗られます？はい、はい。運転が好きで、ね。いいですよね。羽が生えたみたいなんですよ。そうですね。どこでも行けるみたいな。本当に、はい。千葉から、神奈川に、うん、車で来るっていうのがもういろんな景色を見ながら、いやレインボーブリッジを通ってとか、それがね楽しみだったらいいですよ ね、 そうですね。気にならなかったらもう、はい、スカイツリー見て東京タワー見てっていうのがすごい、うん、うわなんかそう言われるとなんか行ってみたいとすごいなんかね楽しいです。僕は多摩地区に帰るだけなんで何もないなと思っていやいやお休みの日、ね、どのようにお過ごしになってますか？そうですね、あ、犬を飼ってまして2匹いるんですけど、はい、ヨークシャテリアとトイプードル飼っていまして、その子たちとも一緒に過ごすっていうのがもうひたすらめでてますかわいいね、今日もかわいいねってやってますですね、本番前に、勝負飯ってわけではないんですけども、何か本番前にこれ食べますみたいなのもしあったら。昔は
絶対お肉を食べるっていうふうに決めてたんですけど、最近は特になくなって、なんかこだわりっていうのがなくなってきましたね。乳製品はなるべく取らないようにしてます。あ、そうなんですか。なんか痰が絡んじゃん気がして。乳製品、乳製品、牛乳とかヨーグルトとか、シュークリームとか。あ、まあ直前には食べないように。あ、直前にはね。そうですね、リハーサル時とかも食べないようには。島野さんの、声のケアのために何か気をつけてることってありますか？風邪をひきそうになったら、なんかビタミンを取ったり。あ、なるほど。なんか本当にコンビニに売ってるビタミンがいっぱい入ってるのど飴とか、レモンのジュースとかっていうのをもうすかさず取るように、あ、マヌカハニー、あー、ちょっといい蜂蜜をここぞって時に。そうです、ね、危ないなみたいな。なんかもう本番1週間前ぐらいから舐め続けたりとかっていうのは、夜寝る前にスプーンいっぱい舐めるみたいな、舐めて寝るっていうのをよくやってます。結構ね、歌手の方はね、マヌカハニーをね、いいよって方はね、なんか殺菌効果。そうですね、あるみたいですよ、お待たせしました。はい、芝野道香さんね、プライベートの趣味を、教えてください。はい、趣味といっても最近、本当に最近ちょっと私好きかもって思ったのは、はい、お料理。おお、お料理お料理がどんな、どんな、本当に創作料理。創作料理なるほど。なんかこれを作ろうじゃなくて、じゃない、これとこれを足してみようって、なんかもちろんレシピも見て作ったりするんですけど、まあお家になかったりする調味料、たまにあるじゃないですか、っていう時にこれいけんじゃないって代わりにね、ナツメグはないけどみたいな代わりに入れてみようみたいなことをしたり。なるほど、はい。それじゃあですね、最後の質問になります、はい、この番組をご覧になっているオペラファンの皆様に、一言メッセージをお願いします。はい、そうですね、いつも応援してくださっている皆様ありがとうございます。まだまだ未熟な私ですが、これからたくさん経験を積んで、積める機会を自分で作っていき、皆様の心に寄り添えるような温かい歌手になれるように、頑張ってまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日は、ソプラノの芝野道香さんに、お越しいただきました。芝野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。さようなら。